それではただいまより五郎幹事長の定例会見を行います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。まず今朝の地震でありますけれども、皆さんもご存知だと思いますが、インターネット上ではですね、明日11月23日水曜日、この日になんか大きな地震が起こるんじゃないかということが、ここ1週間ぐらいの間、かなり燃え上がっておりました。何か有名な予言をする方がそういう暗示めいたことを言ったということがスタートだそうですけれども、実際には今日ですね、朝地震が起こるということで、最近のこの傾向を見ておりますと、5年前の東北大震災、また今年の熊本大震災、こういう、大きな災害の時はですね、数日前にこの中規模の地震が起こるということも言われておりまして、今日震度4、5というレベルでしたから、ここやはり数日間は十分注意をしなければならないというふうに考えております。今日は災害のことで大きな被害等は出ておりませんけれども、今後いざという時には我が党も災害対策本部を立ち上げてですね、情報収集、また現地での支援活動、そういうものに努めていきたいということで、今日も役員会の場でそれを確認させていただいたところでございます。続きまして、目指せ100本法案の方ですが、一部新聞では厳しいコメントも載っておりましたけれども、すでに第1弾、第2弾、第3弾と、49本の法案を出させていただいております。今日、政調からの報告では、残りですね、53本の法案、また条約、また税制改正に関わる項目、こういうものを合わせてですね、53本程度合意ができるということで、49本と出しますと、102本ということで100本をオーバーすることになります。最後の最後までですね、遠藤東両国大委員長の努力をいただいて、議員立法を成立させていくと、またその可能性もあるというふうに感じておりますので、この辺は十分ご注目いただきたいと思います。また当初から申し上げておりますように、この法案は、成立させることはもちろんですけれども、我が党がですね、政権政党になればどういう、方法でやっていくか、また我々の政党がどういうことを考えているのか、そういうことを、示すツールでもあります。またこれが我々が政権政党になりうる政党だということを国民の皆様方にもご理解をいただく機会でもありますので、これは一部の新聞報道でありますように全敗であったとしてもですね、これは党の財産として今後蓄積されていくものだというふうに思います。この分厚いこのビッグデータを使ってですね、これからの国会活動にもつなげていくという考えであります。また詳細決まりましたら皆様方にもご報告をさせていただきたいと思います。あとは衆議院選挙ですけれども、一時やるやるということで解散ムードも高まっておりましたが、最近はそういった発言等が与党側からも聞こえてきません。ご承知のように解散はやるやると言っている間はありませんけれども、静かになってくればいつ起こるかわからないということで、我が党としてもですね、この総選挙対策に引き続きやっていきたいと思っております。党の方の井上、
秀忠組織局長が全国を今訪問してくれておりまして、まあ、あの昨日宮城県の仙台にも行っていただいております。まあ、その結果ですね、約衆議院の候補者、まあ、可能性がある内々定者も含めて、50名程度に今膨らんできております。また筑紫市長就任正式に決まれば名前等は、ご報告させていただきたいと思います。今日は以上です。それではただいま質疑応答をさせていただきます。挙手の上所属お名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願い申し上げます。通信の拓保です。衆院選の話が出たの で、お伺いしますが、明日民進党の蓮舫代表が大阪に入って衆院選を睨んで結構責任に入りますけれども、そうした動きについて、大阪維新会の拠点でもありますけど、そうした動きについてどう考えられていますか。まあ、民進党さんの大阪における情勢はですね、大阪議会で大阪市会で0、堺市議会で、多分3名だったと思いますが、地方議員さんは民進党を名乗っておられる地方議員さんはそのレベルになっています。また国会議員さんもですね、参議院は0、衆議院は、今2名で、2名ですね、2名ということで、まあ凋落ぶりが目につくところでありますので、まあ、どんどん頑張って大阪でもやっていただいてですね、お互いやっぱり切磋琢磨しないとこれ、国会議員の質も上がりませんので、どんどんとそういうことは歓迎させていただきます。その他ご質問ございますか。アメリカのトランプ次期大統領が、今朝ビデオメッセージで就任当日に昨日、TPP の脱退を表明すると表明したんですけれども、説明をお願いします。まあ、トランプ 大統領次期大統領当選の時にも申し上げましたが、やはり日本は貿易立国であります。まあ、もちろん何か新しいことをすればメリットデメリットというのはあるわけです。報酬的な貿易政策をとってですね、日本にとっては何のメリットも私はないと思います。まあ、従いまして、アメリカがやらないから TPP から手を引くべきだというような意見もありますが、ここはやはりこの環太平洋の諸国をですね、日本の考え方を十分ご理解いただくため、これからの、いろんな通商交渉のためにもですね、私は TPPやるべきだと思いますし、アメリカがどういう判断をされるか、その後の展開もですね、アメリカの方もトランプ大統領も考えておられると思います。そこでまた就任以降ですね、胸襟を開いていろんな話し合いをすることがこれからの両国にとって、メリットのあることだと思いますので、今のその考えは受け入れざるを得ないというふうに思います。アメリカはいろいろこの貿易制限というか、
あのそういうことをかいくぐって今まで日本がやってきているわけです、やはりこれが TPP がダメだからこれで終わりというわけではないと。まあ、新たな展開を展望していくということも必要だと思いますが、最後までやっぱり TPP は推進していくということをやらないと次の展開にはつながらないというふうに思います。産経新聞の山本です。 IR 法案、今日この後理事顧問をやっているかと思いますが、現状とですね、お通しについてお願いします。まあ、もう IR はですね、残り日程も限られている中、まあ、乗るか乗るかの剣が見えという状態だと思います。まあ、実務的にはやはりこの議員運営委員会というまで、この審議をするかどうか、いわゆる吊るしというやつですね、国会の式集会の吊るしというものを下ろすかどうかということにかかっていると思います。まあ、民進党さんの方もですね、この明日の祝日明けには民進党の IR 議論を立ち上げるということを聞いておりますので、まあ、そういう心ある観光産業を成長させていかなければならないと思っている議員が集まってですね、この IR 法案を成立させればいいというふうに思っておりますので、まあ、我が党できることが限られてきておりますけれども、まあ、最後の最後までですね、遠藤国対委員長も体調を崩すほど頑張ってくれておりますので、最後の最後まで、この野田党の、まあ、考えを各党に向けていく、貫き通していくということしかない。終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。